日本がこの後8組に登場してきます。この手前の選手、リレハンメル 500m は18、どちらかと言いますとタイプとしては 1000m タイプですか。そうですね、特に後半の伸びのある選手ですので、はい、500m はちょっときついかもしれませんね。別海町、北海道の生まれ、25歳になりました楠瀬志保。そしてアウトレーンが中国の雪瑞光。リレハンメルオリンピックで 500m4 位に入りました強豪。いいスタートを取りましたよ、人間の角瀬。角瀬さんは同走について、一緒についていくことですね。よくついています。雪瑞光についていく。しかし雪がリード、11秒05。雪はここまで2番目のタイムで100を通過。雪が速いですね、はい、さあ角瀬はしかしここから強い。バックストレートに出ました。両選手も伸びてますよ、はい、追っているのが雪瑞光。雪瑞光が小さいカーブに入りました。第2カーブ、角瀬ここから出てきましたよ、はい、角瀬出てきました。角瀬リードしている、出てきた直線、出てきた角瀬、伸びてます、伸びてます。セストのレッドヒートはしかし角瀬リード、角瀬大きくリードした、大きくリードして角瀬今ゴールに41秒49でトップに出ました。いいレースですね今のは。そして雪瑞光が4位、42秒03、41秒台が出てきましたね、はい、特に後半の滑りは素晴らしかったですね、はい、はい、これがその角瀬のカーブワーク、しっかり、右足左足の氷の際が素晴らしいです、はい、一周最後のこの 100から500までの一周を30秒18というタイムで回ってきました角瀬志保。